はい、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。今日はですね、フェアトレードについてお話しいただくために福田さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけれども、福田さんの出身と自己紹介をお願いできますでしょうか。福田純子と申します。鹿児島県で生まれて埼玉県の所沢市で育ちました、うん、実際、はい、今何されてらっしゃるんですか。今はですね、アフリカの手工芸品を日本に輸入してアパレルブランドさんとかに卸す会社の営業をしてます、うん、今その転職される前は全世界の協力隊に参加されてた感じですか。はい、そうですね、はい、青年海外協力隊でキルギスという国に派遣されてました。はい、ありがとうございます。ジャイカ海外協力隊、その前何されてたかっていう部分、あとはジャイカ海外協力隊の後、今何してるかっていうところを聞きしていきたいなと思っております、はい、どういうふうなところがきっかけで国際協力に興味を持たれたんですかね。父が獣医をしているので、もともと動物がすごい好きだったんですよね、でその動物が好きでこういろんな本とか読んでると、そういう方面に興味が出てきたっていうのが、一番大きな原点なのかなっていうのはありますね、実際中学とか高校とかって、じゃあ具体的に国際協力に対して何かアプローチされた経験とかってありました。 WWF の会員になってました。そうなんですね。ジュニア会員とかもあって、そうすると毎月こう冊子が届く、そこにいろいろこう寄付につながる商品っていうのがパンダショップって言って、こういろんな商品が売ってるんですね。実際購入されたりしました？なんかちょっと頑張ってしてみました。その時何買ったとか覚えてます？シール買ったりクリアファイルとかが学校でも使うから、今でいうマイボトル、その時は水筒だったから、が欲しかったんだけど3500円高い。そう、中学生の私には中学生にとっては高いですね。とてもじゃないけど学校とか卒業されて、それと就職っていう形になると思うんですけど、いわゆる国際協力に関係するようなお仕事に勤められてました？いや、もう全然違って、ね、アパレルの販売員として、なんかそこから具体的に国際協力にちょっと関連性のある業種に移った時って何かきっかけあったんですか？販売職はすごい好きだったので、もともと販売はずっと続けていきたいけど、もうちょっと息長くできるって考えた時に、なんかフェアトレードに関われるならいいのかなぐらいで、フェアトレードショップに、ありがとうございます。実際ちょっとフェアトレードに関してもお聞きしていきたいなと思ってるんですけど、フェアトレードってなんだっけっていうところってあんまり理解されてない方も多いことかなと思って、そうです、一言で言うとどういう感じなんですかね。商品を作る人と買う人がどっちもハッピーになる仕組みっていうのが多分フェアトレード。なるほど、保証された上で商品があるっていうのがフェアトレードの商品。何を持ったらフェアトレードっていう形になるんですかね。ちょっとなんか、イメージがまだつかないなと思ってて、今は多分フェアトレード認証っていうものができたから、そういうことですね。商品に対してこれはフェアトレードですよって認定してくれる、そうするとフェアトレードマークっていうのがつけられるっていう機関がいくつかあるんですね、そういうことなんですね。でそれを、その認証を得るためにはいろんな監査を通さなきゃいけないんだけれども、それがついてると、安心して認定されてますよ、国際的にっていうものではあるけど、それがなきゃフェアトレードではないわけではないんですよね。そういうことですね。ちなみにそれを取ることでメリットってありますか？ついてないとちょっとっていう人は 割と増えてきているので、安心感っていう意味でかなりメリットだし、こういう環境で作られてますとかも全部保証されてるから、いいことだったそう思う。なるほどですね、よくフェアトレードで目にするのって、コーヒー豆とか、いわゆるそういったものが多かったりするんですけど、他になんか代表的なものってあったりしますか？有名なのがやっぱね、コーヒーとチョコレート、そうですよね、が有名で、お洋服もあるし、変わったところで言うとサッカーボールとかもある、そう、サッカーボール、フェアトレードボールもね確かあったと思うんです。それフェアトレードって加工品を購入するみたいなイメージなんですか？フェアトレードの商品をじゃあ作るときに、材料から買ってくるところから全部人の手が関わるわけじゃないですか。ある程度そのフェアトレードの条件のうちの一つに環境を汚さないっていうものも入るんですよね。そういうことですね。なので環境に優しいものとなると、やっぱ必然的に材料がある程度限られてくる部分があって、あまりにも汚染するような染料とか使わなかったりとか、なるほど、なってくるんですよね。あれ、なんか僕のフェアトレードのイメージとちょっと違った部分があって、
フェアトレードって、うん、生産者と購入者がフェアな形でトレードできることが、うんうん、僕フェアトレードなのかなってイメージしてたんですけど、そのフェアっていう観点でいくと、うん、まあ、いわゆる環境を汚さないっていう観点でも、うん、公平性とかを保つっていう要素があるんです。そうですね、面白いですね。面白いですよね。深すぎるな。そうそう。先ほどフェアトレードの認証あったと思うんですけど、はい、認証は生産者の方と購入者の方、うん、どちらも認証に対してお金を払って認証しないといけない感じなんですかね。あのフェアトレード認証っていくつか種類があって、はい、あの商品自体に認証がつくものと、はい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 、フェアトレードの商品を作ってますよっていう団体に認証がつくものがあるんですよ。はいはい、なるほどなるほどなるほど。認証を取ることにお金はかかってくるんですけど、それはおそらくまあ現地側のメリットが一番大きいことになる、はい、そういうことか。と思うので、現地側サイドがまあフェアトレード認証を取ることにお金を払うことが多いです、ね。なるほど、うん。そもそもフェアトレードの商品って知ってました？フェアトレードってあんまりまだその当時はあんま有名じゃなくて、はい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 、ちょっとずつ出始めた頃だったのかな。最初はあんまり知らなかったけど、うんうん、ちょっとずつやっぱ目に触れるようにはなってきてた。あ、そうなんですね。もうそこで福田さんがフェアトレードを扱いたいなみたいなところを思ったきっかけってなかったんですか？母が手芸がすごい好きで、うん、なるほど、家庭科の先生みたいな感じだったんですよね。はいはい、でなので、まあ、手仕事系は結構もともと好きなんですよ。うんうんうん、工芸品っぽいものも可愛いなってやっぱ思う。うん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 、それがやっぱフェアトレードのものって手工芸品多いから、はい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 、そこはすごい、あ、これだったら自分の今までやってきた販売職を、はい、まあ、ある意味使える、うん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 、今までの経歴を使って、で国際協力の道の方に一歩踏み出せるなって、うん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 、パズルのピースがハマった部分で、そういうことですね、うん、あったのかも。フェアトレードのお店で働かれてみて、うんうんうん、アパレル店員のところと何か違いありました？うん、接客方法がやっぱ全然違う。面白いですね。そう、やっぱお洋服屋さんだったら合わせやすい色ですよとか、うん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 、そういったものが、まあ、セールストックとしてあるけど、はい、まあ、フェアトレードの商品はそれ以上にこう、あのこれはここの国で作られていて、うん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 、こういう人が作っているとか、そういう商品情報がさらに乗っかるというか、はい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 、確かにその思い入れっていうところも含めて紹介するイメージなんですよね。うんうん、まさにそうですね。実際その後、あの JICA 海外協力隊とかに行かれるわけじゃないですか。うんうん、はい、その JICA 海外協力隊の情報ってどっから知って、うん、知られたんですか？そのフェアトレードショップで働くと、うん、やっぱりそういうのに興味がある人が集まるから、あの先輩がもう退院から帰ってきた後に、はい、うちの、あのフェアトレードショップで働いてる人っていうのが2人くらいいたんですね。そうなんですね。うん、実際じゃあその方とかで、まあ、どこどこに行ってこういうことしてたんだよみたいなのは聞いてたは聞いてたって感じなんですね。聞いてました。うん、まあ、面白いとは思ってました。ただ、うん、自分が行こうとはまだイメージはできてなかったんですね。うん、大変だね。具体的にじゃあその後フェアトレードの、うん、普通の店員の後でなんかそういうきっかけがあったって感じなんですか？接客をしていくと、はい、こうやっぱ商品の情報とかをお客様に伝えるときに、はい、実際に自分で使ったものの方が売れるんですよね。はい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 、なのでフェアトレードも結局やっぱ現場を見てきた人の説得力って大きいなっていうのをと思ったし、はいはい、お客様もどこ行かれたんですかみたいな感じで言われるとキャーってなっちゃって、はいはいはい、でもなんかまあそれはある意味は自分がこう経験をすれば深みのあるあの伝え方もできるんだろうなって思って、だから実際まあ国際協力っていうよりはフェアトレードを販売する、うんうん、あの一つのツールとして、はい、じゃ絶対やっぱ現場を知らないといけないなって思って、いい方法って何なのかなっていうところで、うん、一つジャイカ海外協力隊が出てきたようなイメージですかね。その前に実は、はい、シャプラニールっていう NGO がインターンを募集してたんですね。はい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 、その時にあのダブルワークみたいな形でもいけるかなと思って応募したら、まあ、無事受かったので、はいはい、そうなんですね。そうなんです。なので1年間そのシャプラニールでインターンをして、出張にも行かせてもらって。あ、そうなんですね。ネパールに。あ、
なるほど。ネパールに行かせてもらったんです。どうでした？そうなんですよね、やっぱ楽しい業界だなってすごい思ったのと、はい、やっぱネパールね、その現地で生産者さんの様子を見た時に、うんうん、本当にこうやって作ってるんだって見えるっていうのがやっぱ思い入れが強くなる。そっから、2年間行こうかな、うん、そうなんですよ、行こうって思って、やっと決意が。いや、そういうことですね。この後は、はい、JICA 海外協力隊の応募の部分と、うん、具体的に何されてたかっていうところをお話をお伺いしようかなと思っております、はい、ありがとうございました。